にちは、ササヤンです。本日もニュースをぶっついていきましょう。今日前半の話題は、左翼政治家がこぞって反対しているマイナ保険証にとんでもない事実が発覚しました。なんとマイナ保険証は通名オンリーは NG で、必ず本名が併記されるということでしたね。これが義務化されるとそっち方面がめちゃくちゃやばいということで、今必死に抵抗しているらしいのでね、その辺がっつり削りに行くのと、後半は環境活動少女グレタちゃんがなんと原発推進派に転向しちゃいまして、日本の原発反対派が全員そっとじ状態で白目向いちゃうようなお話をお伝えしようと思います。僕のしゃべりを聞いて目をつけた方がいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速まずはマイナ保険証の方からやっていこうと思うのですが、とうとうですね、なぜ左下の連中がこうも堅くなにマイナンバーカードに保険証を統合するのを拒むのか、その理由が判明しました。まずはこちらの方をご覧ください。ドン。これはツイッターアカウントミャオミーミーさんが投稿した画像ですけども、そのコメントにはですね、マイナンバーカードには現行の健康保険証などのように通称名のみを記載することはできず、本名と通称名が併記されることになります。したがって国籍や本名を勤務先などに伏せておくことが難しい状況となり、特別永住者などの帰化申請が急増していると言われておりますとですね、なりすまし、灰乗り、不正利用の温床とも言われてきた通名の保険証が事実上撤廃になる。これある特定層はですね、天地がひっくり返るほどのワイルドカードになるっていうことで、一応僕の方でもここら辺ね、裏取りをしてみました。そしたらですね、こちらは神戸市のホームページになりますが、外国人のマイナンバーカードで通称名のみの記載は可能ですかの問いに、できません。通知カード、マイナンバーカードともにお名前の記載は住民票をもとに作成されますので、住民票に通称名を記載されている場合、本名と通称名が併記されます。はい、ということでミャオミーミンさんの発言が正解だと確定しました。ちなみにこのマイナンバーカードに保険証を統合する案、自民、公明、維新、国民民主は、まあ細々とした指摘はね、いろいろありますけれども、スタンスとしては推進派となっております。じゃあ左翼野党はどうなのかってね、その声の方をいくつか拾ってみました。まずは泡沫政党の代表格、社民党の福島瑞穂さんですが、問題です。法案審議の時に厚労省は強制はしない、現状の紙の保険証の発行も可能にすると言っていました。原則となっているのはそのためですが、法案審議の時に質問した通り、事実上の強制が及ぶ危険性があります。取り組みます。こちらは法案審議のことを言っておりますので、ね、手続き論をしたいんでしょうかね。国会手続きについては僕もちゃんと踏んでもらいたいので、まあ、そうすればですね、現在の保険証がいかに不正の温床となっているかもね、国会の場で議論されるかと思いますのでね、国会手続きはちゃんと踏んでほしいと思います。続いて共産党の山添拓さん。誰もが使う健康保険証を廃止し、マイナンバーカード取得を義務付けるのはあまりにも乱暴。マイナポイントで誘導しても取得率が5割にとどまるのはカード自体にメリットがなく、逆に政府の個人情報の扱い方に疑念があるからだ。政府は取得を任意としてきた。不利益をちらつかせた強制は撤回を。最初の言葉が謎に引っかかりますねと。誰もが使う健康保険証を廃止しって、なんかね、僕が天の弱のせいなんでしょうかねと、なんか別な意味に聞こえちゃいましたね。本人じゃなくても誰もが使える保険証みたいな感じでね、そんな風に聞こえなくもないと。さあ、そして最後はですね、立憲の枝野前代表、トリを務めるにふさわしすぎるとんでも発言をぶっ込んできました。それではそのコメントを早速見ていきましょう。さすがにこれは強引すぎるのではないかと強く危惧しています。国民生活と直接結びついているという意味で、当面の政治の最大の争点かもしれません。健康保険証はパスポートや運転免許証と異なり、本人のみが持ち歩いて使うとは限りません。子供や高齢者の場合など、いや若くても本人が病気である場合ですら、家族が本人に代わって持参し、医療機関や薬局で提示する場合が事実上少なくありません。はいはい、ストップストップです。すいません、読み間違えちゃったかもしれないんでね、もう一度。健康保険証はパスポートや運転免許証と異なり、本人のみが持ち歩いて使うとは限りません。マジかよってことでね、薬の窓口 e パークっていうサイトを覗いてみたら、確かにですね、お薬は処方箋を持参し代理人が受け取っても良いの問いには、
医師法20条で原則自ら診察しないで治療を行い、診断書や処方箋を交付することは禁止されているため、病院には代理人ではなく本人ではなくてはいけません。一方、薬局においてはご本人が薬局に行くことは適切です。しかし、小さなお子さんやご高齢の方、感染症や症状がひどい方など、様々な理由でご本人の来局が困難な場合があるかと思います。そのような場合、代理人が薬局に処方箋を持参し、お薬を受け取ることについては問題ありません。ただし、代理人が処方箋を持参する場合には、次のことを気をつけてください。処方箋の原本、こちらは必ず必要になります。もし事前にファックスやスマホ、括弧、写メなどで情報を送っている場合でも、お薬の受け渡しには原本が必要ですので、ご注意くださいとですね、枝野さんの言ってることは半分当たっていて、半分当たっていませんでした。確かに薬を取りに行く分にはですね、代理人の人間でも良いのかもしれませんけども、同時に処方箋の原本も必要なんだと。じゃあ、その処方箋の原本は誰がもらいに行くかっていうとですね、それは本人が病院でもらわなければいけないわけで、じゃあ結局のところ、この代理人でね、薬をもらうということはですね、付き添い程度の行動ですよねと。そこをわざわざ熱弁することでしょうかねと。むしろ紙の保険証は偽造も簡単ですし、顔写真もないから成りすましも簡単で、さらにそこに通名が加われば、医者の方がこいつ疑わしいなと思ってもですね、ざるすぎて確認のしようがないから、そのまま受診をさせざるを得ないと。ただでさえ医療費高騰で国家予算を圧迫していて、ね、医療費全体をスリム化しなきゃいけない時に紙で管理するシステムを残そうだなんて時代錯誤もいいところです。この人たちは医療にまつわる全体経費を削減するつもりゼロなんでしょうかねというふうに確信しましたし、通名が使える身分証、その存在をかけた最後の戦いをしているのかというふうに思いました。よくね、保険証でお金借りれるって言うじゃないですか。まあ、それでお金が借りれるのはせいぜいサラ金会社だと思うので、それについてはですね、自分の会社の予診管理でお金を貸せば良いと思いますよ。ただね、賃貸アパート、こっちの方はどうでしょうか。ツイッターアカウント、ハワイさんは、アパート経営をしていると、退去後に知らない名前の郵便物が届き続けて、あの人は韓国人、朝鮮だったのかと気づくことがある。家賃が相場より安いのに高いと怒って値切ってくる非常識な人が実際多いので、外見や声質といった情報も加味してなんとなく分かっていることもあるが、これまで健康保険証に顔写真がなかったのはおかしな話だよな。身分のない外国人が使い回して簡単に不正利用されるに決まってるじゃんとですね、通名の保険証で部屋を借りると、ここに住んでる人って本当に誰なのっていう風になっちゃうんですよね。そしたらもうね、犯人をかくまうもよし、不法滞在をかくまうもよし、そこをアジトにしてハッカーとして活動するもよしっていう風になるじゃないですか。結局よくわからない身分証であるね、紙の保険証を守ろうというやつは、紙の保険証だからこそメリットを感じる輩が身近にいるってことじゃないの？なお、枝野さんをはじめ、そもそもマイナンバーに反対とか言ってるね、立憲の皆様に大事なお知らせがございます。昨年2021年11月25日、立憲民主党の党首選を前に行われた4候補者による討論会において、当時泉健太氏はですね、マイナンバーと所得をつなげたいというふうに言っております。コロナの給付金などをスムーズにするという理由でね。なので、マイナンバーに個人情報を集約させて国がその情報を抜くので怖いよっていう話はですね、まずは泉代表の方に投げてください。どっちかっていうと泉さんの方がですね、個人情報を統合したがってるみたいなので、党で一回ね、それ議論して揉んでからちゃんと意見しましょうね。さて、お次の話題は環境活動少女ことね、世界のグレタちゃんが原発賛成派に回っちゃったという話題をユーロニュースより見出しがですね、グレタ・トゥーンベリー、原子力と省エネについて議論しないのは完全に非常識である理由ということで、これ本文を翻訳しつつ抜粋して読んでいきましょう。グレタ氏は原発の停止で気候を破壊する石炭をもっと燃やさなければならないのであれば、それは間違いだという、おーっといきなり第一ラウンドから井上直弥張りのハードパンチがですね、原発反対派の言う、令和山本の顎を貫き、あの減らず口を思いっきりね、ぶっ飛ばした感じがしますけれども、ドイツ政府はウクライナ戦争によるエネルギー危機が迫っていることから、今年中に停止することが決定している原発の将来について、まだ議論している。気候変動活動家はドイツの公共放送 ARD に対し、原発がすでにあるのに石炭に注目するのは非常に悪い考えだと語った。ちょっと見直しましたよ、ドイツの活動家さんたちに対してね。すげえ筋が通ってるじゃないですか。国際情勢が全く見えない日本の反原発家の皆さんに、その爪の赤を煎じて飲ませてあげたいくらいだと。で、
しかし彼女はインタビューで、ドイツではこの問題をめぐって強い議論があることを認めた。ドイツに残る3基の原発を稼働させ続けることが地球にとって良いことなのかという質問に対し、グレタ氏はすでに原発が稼働しているならば石炭発電のために閉鎖するのは間違いだと語った。番組ホストのサンドラ氏から、現在のエネルギー危機が去った後できるだけ早く原発を閉鎖すべきかとの質問に、グレタ氏は場合によるこの後どうなるかは分からないと答えた。さすが環境活動家の急先鋒です。稼働中の原発を止めるのは間違いだと言いつつも、エネルギー危機が去った後稼働させ続けるかは明言を避けております。日本の原発反対派もこれくらいのことを言ってほしいよね。当座のエネルギー危機を乗り越えるために原発の早期稼働はまあやりましょう。でもエネルギー危機が去った暁にはより厳格な運用を求める付帯条項とセットで出したとかね、まあ筋を通しつつも現在と未来、これ両方うまくコミットさせる方法はいくらでもあるような気がするんですけれどもね、なんでそれができないんでしょうかと。でこの19歳の発言は、ドイツの3党連立政権が脱原発を中断する可能性をめぐって議論している最中に飛び出したものである。原発反対派緑の党に所属するハーベック経済相は、原子炉を稼働させてもガス不足に対処することはできないと述べている。彼は最近2基の原発を例外的に4月まで稼働させることを示唆したが、安全上の理由からそれ以上の稼働には反対している。ハーベック氏は、ロシアが天然ガス供給の削減を決定したことを受け、エネルギー供給を確保するためにいくつかの石炭火力発電や石油火力発電の再稼働を別途承認している。あー、これは令和の山本太郎と考え方が一緒ですね。電力が足りないならば火力発電に頼ればいいと、ペローンとそんなことを言っちゃうスタイルですよね。だいたい頭のレベルが分かりましたよと。で、環境活動家は、ドイツはこれ以上化石燃料を燃やすと気候変動目標を達成できなくなると警告している。その一方、保守派の議員たちは、逼迫した供給状況と高い価格を考えると、政府はエネルギーを生み出すためにあらゆる手段を用いるべきだと述べている。まあ、普通の人なら誰もがそう考えることでしょうね。めっちゃ高いお金を出してね、石油やガスを買い付けるくらいならば、自前の設備を使うとかね、こんだけ高い値がつくのであれば他に安く上がりそうなベースロード電源あるかなって探しますよね。そういう風に考えますよね。太陽光で全てが解決できるなんて言ってるやつはですね、辛坊治郎と一緒に EU までヨットで旅をしてこいよと。で、グレタ氏の原発発言は、これまで彼女の活動を否定したり厳しく批判してきたりした自由主義者やドイツの右派政治家たちから歓迎された。それはドイツだけじゃなくて日本だってそうかもよ。河野太郎と小泉進次郎君を除いた大半の日本の与党はグレタちゃんを見直したかもしれませんと。で、ドイツで省エネが叫ばれているのは知っていますと彼女は言った。しかしスウェーデンでは省エネについて話すことは完全に禁止されています。なぜなら人々はこれは共産主義だと言うからです。それは完全に正気ではありません。こう言って気候変動に関する新しい本をプロモーションしたグレタ氏は、ちゃっかり自分の本を宣伝するんかいって感じでね、ずっこけちゃいますけれどもと。問題を解決する特効薬があるとは思っていないが、最初のステップとして気象上昇によって人類が直面している危機の重大さを認識することが重要であると述べた。私は現実的です。私たちがやるべきことをやればこの大惨事は回避できます。しかしそうしないなら私たちはその結果に苦しめられなければならない。結局私たち次第なのです。おしまいということで、これを読んで感じたのは、グレタのお嬢ちゃん案外まともだということと、それと比較して、日本の原発反対派っていうのは何なんだろうっていうくらいね、頭が固いというか融通が効きませんよね。実は私笹山もこう見えてですね、原発は緩く反対派の人間なんですよ。というかマジで東京電力に限って言うとね、原発の運用がずさん極まりないのでね、原発を続けたいのであればあんたらは東北電力に吸収合併されちゃいなさいよというふうに思うくらい、東電の原発にはですね、嫌悪感を持っております。なんで僕がこうなったかっていうのはですね、新潟県柏崎刈谷原発 ID カード偽造問題、この動画過去に上げてるんでね、概要欄にそれ貼っときますんで、詳しくはそれを見てもらえばわかりますが、柏崎刈谷原発内にテロリストを呼び込みたいのかっていうくらいズルズルの脆弱なセキュリティをやっておりまして、新潟県民全員が東電は霊的に生まれ変わるって言ったとかないとか、いやこれねマジでそう言ってると思いますよ。まあそれくらい運用体制がふざけていたので、僕は東電が運用する原発については本当に後ろ向きなんですよね。またもう一つの問題というかですね、可能性として、日本は地震大国じゃないですか。ならば原発投資額の1割でもいいんでね、地熱発電にそれ振り向けてくれたらね、ベー
スロード電源にイノベーションが起こせるのではと僕は本気で思っております。大まかこんな考えの持ち主なんで、原発に対しては間違いなく積極的ではありません。穏健な原発批判派っていうのがね、正しいのかな。ただですね、これも時と場合によるって話で、今日明日のことを考えたならば、今やることって結局原発再稼働しかないんですよ。石油、石炭、天然ガス全部値上がりで、でそこに今度はですね、空前の円安局面でしょ。誰がどう見ても半年後1年後エネルギー価格が下がるなんてことは見込めないわけですよ。むしろ日本は世界に比べて電気代もガソリン代もまだ値上げ率が低い方なので、電気代の値上がりというのはこれからが本番となってくるでしょう。だというのに、令和に集う山本信者はですね、原発に反対で火力発電でまだいけると、そんな風に言っております。あのピンクの集団はほんのこの前ですよ、世界のデータと見比べて日本の GDP がどうだとか、日本の国民所得がどうだとか、やたら経済通なね講釈を垂れておりましたけども、うん、いいよ、お前たちがそう言うならそれでいいんだけれどもね、ならばエネルギー価格も世界のデータと見比べて今の日本がどうなのか、どうすべきなのか提案してよ。間違いなく今火力発電の出力を増やすということは CO2 で見てもコストの観点で見てもですね、全く道理に合いませんから、マジで山本太郎は世界の最新エネルギー事情をグレタちゃんから教わらないと、ポンコツすぎて話にならない。山本代表頼むから勉強してよということで、さて今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。マイナ保険証とかけまして、そんな便利じゃないと解きます。その心はカードな期待は禁物ですしかし本当左下は不思議ですよね。韓国でもタイでもですね、国民総 ID 制度になるものがあって、 ID カードは全員持ってるんですよ。で別に何も問題が起きてないのに、なんで日本がそれをやるとね、日本だけが問題起きちゃうというふうに考えちゃうのか。この辺他国の状況を本来政府がしっかりと調べて説明すべきなんですけれどもね。ということで本日も面白かったためだったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。 Thank you.